はい、今回は厚生労働省のホームページから2月19日付の各国の新型コロナウイルスに関する、まあ、被害状況といいますかね、まあ、その状態を見ていこうかと思います。国別に分かれてますね。中国では 74,185 名の方が感染されていることが確認されてですよ、診断されたってことですから。で、お亡くなりになった方がね、2004名もいらっしゃるということでございます。非常に痛ましいですね。ちょっと全体の画像を見てみましょうか。こういうふうになってます。まあ、さっきのとはちょっとラグがありますよね。厚生労働省の発表とはちょっと違うところがあるということですけども、全体で2612名の方がお亡くなりになって、8万名弱の方が感染してるってことですかね。中国は 77,150 ということになってます。日本では今朝の時点で851人だったんで、クルーズ船含んでですね。ですから、まあ、ちょっとまだこれは情報が前後しているところがあるかなってことですよね。厚生労働省のホームページに戻ります。香港では62名の方が感染していることが確認され、1名の方がお亡くなりになりました。非常に痛ましいことですけどもね。その他、厚生労働省のホームページに一通り書いてますね。で、こちらの方にもね、国内の発生状況について、そして2月19日の時点で、何県にどういう方がいらっしゃるのかってことが一覧でね、男女別、年代別に書いてあります。まあ、個人情報に配慮しながらなんで、これ以上のことはちょっとわからないですけども、まあ、以上のようになっているってことですかね。きちんと出てますね、各都道府県。なかなかこういうことでもないと厚生省のホームページ行くことがないんで、いろいろと興味深いですね。まあ、一応ね、内閣府から私メールマガジンを取ってるんですけどね、まあ、いろんなデータありますね。これで水際対策で確認された事例とかあります。まあ、クルーズ船のことも書いてますよね。で、厚生労働省のこれまでの対応も書いてますんで、この辺も参考になるんではないかなと思います。ただすごい多いですね、やっぱりね。で、ここでね、ちょっとね、こういうニュース皆さんご存知です。イタリアで、実はね、これ2月25日、今朝の話なんですけども、イタリアで感染急拡大ということなんですよ。で、6名の方がもうね、お亡くなりになって、もう道路が封鎖されてるみたいなね。これ6名がお亡くなりになってるってことは、日本では3名の方がお亡くなりになってますから、数で語るべきではないんですけどもね、本来人の命って。ただまあ、イタリアの方が被害が大きいなということと、道路も封鎖されているってことで、日本はまだね、そんなことになってませんしね。で、イタリアってのは6名死亡はどういうふうに起きてきたのかな。イタリア出てるんですかね。イタリア3名感染で0名っていうことだったんで、2日の間にいきなり6名の方がお亡くなりになったことが分かったってことですよね。ちょっともしかしたらね、このフランスじゃない、イタリア23日か、イタリアの方が日本以上の深刻な被害が出てるかもしれません。これね、食料品を買いだめするためにスーパーに押し寄せた、まあ、地域の方の例なんですよ。どうですかね、皆さん、世界中でこういうふうなね、まあ、病気が流行ったら食品に関わるダメージって大きいと思いませんか。まあ、単純に食品を取りに行く人が操業できないっていう問題があったり、道路が封鎖されると、もう農家からね、町まで食品が運べないってことにもなると思うんですよ。で、運べないんでちょっとこう高くもなりますし、で、世界中でこれだったらね、食料品の輸入もなかなかできないんで、自国のことは自国でやるみたいな風にね、ならざるを得ないと思うんですよ。まあ、その上でですね、渡航制限を設けてる国もあるじゃないですか。どこどこの国の人はうちには来ないでくださいねっていう風になったら、貿易もなくなっちゃいますよね。輸入もできないし、輸出もできないってことになっちゃいますよね。まあ、そう考えると、今回のことってのは、まあ、かなりね、大規模に人類に対してプレッシャーをかけてきてるんじゃないかなと思うんですよ。ね、私たちがね、普段海外のものを便利に安く使ってるものがなくなって、これからどうなるのかなと思っちゃいますよね。で、ここからは私の想像と見解というかね、個人的に考えることなんですけども、日本の企業が中国とかに工場を作ってね、で、安い人件費と安いコストで日本に持ってきて利益を上げるっていうモデルがあったんですけども、これのおかげで労働力が国内から外に出ちゃった時期ってあるんですよね。
まあ、だから従業員さんのお給料ってどんどん安くなっていくと、うん、あんまり高い時給を要求するといいよ海外に出ていくからっていうふうに思われちゃうんで、なかなかね給料上がらなかったんですけども、これからどうでしょうね、まあ、こういうふうな海外依存が今回みたいなことがあるとかなりの懸念材料にそのままなるってことで、グローバリズムのこれね弊害ですよね。ですんでこれからね私が思うのは、国内に工場とかが戻ってくるんじゃないかなと思うんですよ、ね、数年前とか数十年前に操業をやめたあのボローい壊れかけた工場を整備して、そこで服を作ろうじゃないかとかね、で日本人を雇おうじゃないかみたいになって、なんか内需が拡大するんじゃないかなって気もするんですよ。どうですかね、楽観的すぎますかね。皆さんの考えも聞かせていただければと思います、今回の件でですね、中国に工場を作るのはどうかな、工場で生産するのはどうかな、工場に現地法人を送るもどうもリスクがあるなってことでしたら、東南アジアの方に移ると、東南アジアの方で、まあうまくできればいいんですけど、東南アジアの方でね、もしかしてね日本人来ないでみたいな運動があると、しょうがないから元々の国日本でやりましょうかみたいな感じになって、日本のいろんな土地が売れていくみたいなね、そんなことも考えちゃったりしますけども、いろんな考えが頭をよぎります。それでは本日は以上です。